2024年ウエスト個人運勢ランキング、ウエスト運勢ランキング6位は、はい、藤井流星さん。松平健さんと同じ星を持ちです。じゃあ三番？三番しようか。三番しようか。三番三番単語しようか。単語。お前今中ちょんまげしてる。もしかして。ちょんまげちゃんが。中ずりってます、ね。ちょんまげちゃんがどろぼろぼろぼろ負けとんの。人に怒った方がいい。お疲れ様です。お疲れ様です。有限定です。有限定です。あるかさ。ウエスチューブ。じゃあ第2位、はい、発表お願いします。2位は硬いね。むしろ俺今までも持ってるなと思ってたんですけど、そうでしょ、それもっと来るってこと、感性爆発ですし、やば、はい、だってもう有名人がもうココシャネルさんとか、うん、モーツァルト、モーツァルト、じゃああげるやん。なんでそんなの入るの。もっともっとアーティスト出した方がいいです。絵を描くのもいいですし、めっちゃ下手っすよ。でも分からない、ピカソさん、そうそうね、いやピカソもめっちゃ上手い。いや凡人が見たら分からないけど、分かさないお前一周してやん。どんな仕事が今後じゃあ期待できそうですか。プロデュースしたりとか、お洋服デザインするとか、はい、音楽プロデュースするのもいいし、ダンスもいいし、本当絵も何でも写真もいいですし、何やってる、はい、実は中間さんもお金ザクザクっていう格想をお持ちなんですよ。もともとやもんな、はいはい、もう生まれながらに、すみません腹立つ、腹立つ、自分が選んでるわけじゃない、腹立つ。スーパーウルトラ大吉っていうお金の画数の2つ入っております。一生生まれた時から死ぬまで、あ、それはザクザク縁があります、まあ、じゃあむしろあれですよね、多分おごったりとかした方がいいですよね。ね、それが、うん、もっと大金持ちにおごられるっていう、なんでやなんでな、そうなんですよ、すごい吉やね、吉吉やね、年玉くれよ。年上やねん、年上やねん、最年長やろ、潤太くん、潤太くん、今だけくんづけする潤太くん、お年玉ください、潤太くん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 、俺はお前らのドッキリ一生忘れへん。こいつは狭いわ。ちなみにじゃあ気をつけたらいいのかと思いますか、僕は。じゃあそうですね、やっぱりちょっと躊躇しちゃうところがあるんですよ。ビビりやからな、やっぱちょっとなんか考えていいもの持ってるのに遠慮しちゃったり、あとはそうやってせっかくいいものを持ってるのにみんなが絵が下手とかって言うから、そうやってあ、じゃあやめとこうかなってなっちゃうじゃないですか。いやだから僕の才能をじゃあみんなが潰してる。そうなんです。でもだから自分がやりたいと思うことも僕もやった方がいい。絶対にやった方がいい。ちなみに何やりたい？パッと思いつく中で。まあやっぱ洋服もやってみたいし、ああいいやん。まあステージングも好きやからね。どんどんやった方がいいんだ。そう。どんどんやった方がいいです。この仕事以外のプロデュースとかもいいです。はい。だからもう社長に、いろんな社長さんに会いに行ってコラボさせてください。ああ社長うちもいますから。あ、もっとすごい社長。もっとすごい。すいません。今からの社長なんで。お前社長ちゃうやん。まあなっちゃうけども。すごい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。いや、でもいいよ。アキトはもう役払い行ってるから。せやな。やったとしたら。うん。じゃあ、これでまた7位やん。いや、終わってるよ、俺。最初に言ってたもんだ、自分で。はい。俺、役払ってるよ。そうやね。
そうだよね。めちゃくちゃ海これで7位やったら腹切れてないか。もうまだいる。まだいた。いやだって腹切れてないけど。どこだけ安心して1位やから。そうよ。じゃお願いお願い。結構そろっすよ。そう。じゃあ発表先1位。1位。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。先言っとこ。ありがとうございます。で俺も言いたいです。では1位は。まず1位を嬉しい、はい、もう今から黄金期でございます。ゴールデンボーこれからもう5、6年黄金の道を歩くという運勢でございますから。マジそうなんです。しかもですね、あのもう故郷から成り上がるという矢沢永吉さんと長渕剛さんの運勢でございます。すいわはい、進めます。ちゃんちゃら何おかしい何から聞いたらいいかもわかんないけど、どんな仕事がいいとかありますか。もう何やっても当たりますし、次から次にお仕事を引き寄せるというところにあります。止めどなく。しかも80画数の中で一番最強のセンスと才能でお金ザクザクをお持ちください。すごい、何やこれ、金持ちばっかりだな。すごいな。名前の画数がいいのめちゃくちゃいいです。アイデアがお金になるっていう画数なので、漫画を考えるとか、うん、キャラクター作るとか、なんかじゃあ僕普段音楽作ったりとかしてるんですけど、はいはい、それもいいです。あ、そうか、いいよ。だって矢沢さんと長渕さんです。はい。あ、マジか、はい、気をつけた方がいいことは何？気をつけた方がいいこと本当にないんですよ。そんなことある？ほんまかね。最強やちゃんちゃらおかしいね。カード引いてみますか。え、カード今のもすぐ今の運勢が占います。やろやろ、引いて引いてもらおう。いい、怖ー。1位の得点じゃ俺、1位の得点お願いします。見てみましょう、何が注意すべきか。こっから3枚です。はい、3枚。1、2、3、この3、はい、ちょっと順番こうだったりしますね。はい、はい、じゃあメッセージは祝福されてます。イエーイ。はい、みんなにも祝福されて、はい、今までの努力が認められみんなで万歳しております。お、はい、でさらにキーワードを見てみますと、いけー、いけー、はい、今戦車にまたがってゴーゴーです。すよすげーわ、すよ、無敵やん、無敵やん、本当に無敵なんですよ。もう一枚は、怖い怖い怖い、王様になる。何やこれ、成功します。もう一枚キーワード、キーワード、今から重要なことのキーワード1枚、キーワードある、キーワードこれ、キーワードを見てみると運命です。何、これ一番いいカードなんです。もう運命の扉が開いて何でも恵まれるっていう、やばないよ俺。悪いカードいっぱい入ってるんです、はい、全部いいカードです。やばい、すごい、本当に大丈夫なんです。汗かいてきた、本当に大丈夫なんです。これ結構すごいことですか。めちゃくちゃすごいです。だって悪いカードばっかりですから、はい、カードはすぐ出ますから。面白い、怖い、ちょっと自分が怖くなってきた、逆にそうなってくる。イブちゃんはもうシゲのファンやからな、イブちゃんは。違うんですよ、はい、これは運が悪いんじゃなくて、はい、忙しすぎてキャパオーバーっていう運勢なんですよ。ああ、なるほど、はい、だからちょっと心に余裕がなくなったり、ちょっと足腰に疲れが出るっていう感じ。わしたちシゲやろ、キャパオーバーやな。腰痛いもんな。悪いわけじゃないです。ファッションリーダーっていうカリスマの保証、やっぱファッションリーダー多い、うちファッション強いな。ファッションリーダー、え、この人3月から11月までビーチサンダルです。もしかしたらそれが流行りかもしれない。いいです。もう我が道を行くことによってみんながついてきてくれますし、それがブームになっていきますから。おー、いいじゃん。え、拓也さんやん、かっこいい。まあな、まあな。好きなお色は何色ですか。色、はい、
まあ海の色は好き、青とかも好きですよ。正解です。正解、はい、水の人なんです、なのでお風呂に入るとかプールに入る、海に入るとか、だから厄除けでさ、水かけたのかみんなね水かけてきたんだよ、それも水やつ、そうか、かかってきてんのよ。まあまあいいところはもういいです、お腹いっぱいなんですけど、まあ、悪いところちょっと教えてもらって、なんで7位やったかっていう、その本当にないんですよ、愛とお金にも恵まれます。ちょっと待って、今が一番地獄やった関係なんか直したらいいとか、あ、そうやっぱり意外とちょっと引っ込みじゃんが入ってます。あ、これでもっと出ろってことじゃね、嫌われると。あとテンション高い人とタッグを組むとめちゃくちゃいいです。いやな、久保慎吾さん、ちょっとお前親子みたいな、俺の親父しかおらんやろレッツゴー、最強やん俺ら、最強だね。そうなんや、めちゃくちゃこういうの珍しいです。本当に珍しいです。 80% が運悪い人ばっかりですよ。え、そうなんですか、はい、え、そうですか。ここはもう本当に正義です、お、すごいな、守られたバリアが張られてる、え、マジすごい、ということはですよ、はい、ということは2024年、うん、ウエスト全体、あ、グループ、これは聞いた、これ大事なんで、こっちが気になる、はい、見てみましたら10周年は、はい、支援を受けるという運勢です。支援を受ける、はい、新たなファン獲得とか、いや、来たぜ、スポンサーがつくとか、はい、だからとにかくいろんな人にファンになってって言って、はい、お願いしていけば、これから2年でさらにファン拡大して5年間お金ザクザク家に入ってきます。でも支えてもらってるけどな、もちろん、ね、さらに新しいね、さらにファンになってって言った方がいい、はい、さらにもっともっとウエスチューブでね、はい、スポンサーついてくれたら、はい、いいよね、いいねこれから売れるからツバつけとくれたら今やでツバってやめろだってもともとグループ自体が王様の星を持ってるんですよ。喧嘩取りの星を持ってるんですよ。全然取ってます、大丈夫、今からですから、はい、さらに、さらに行きます。大器晩成型なんですか、僕らって。だからちょっとみんなやっぱり遠慮したり、周りに振り回されたり、ちょっとその星があるから。誰が一番遠慮してるんですか。あ、それ一番だから足を引っ張ってるって言うんですか、はい、うん、行け行けって言うよね、まあ、嫌われるのは藤井さんですよ、嫌われるの急にお前よ6位でずっともう余裕ぶっこいてたよ、無断してたちょっと妬まれたり生意気って思われたりとか、あ、そうだよ、それなんでなんですか、雰囲気ですか、ルックスの良さですか、いや、画数なんです、画数、はいはい、占いですから、非常にいけないです、なんか、はい、そっか、画数は変えれんな、意識したら変えれる、あの、一個あの藤井の E の中に手入れてドンにしたらもういいや、どうせみんな流星の方呼ぶからさ、書いても分からない、あれみたいな、ですあそこドンになったら流星より気になるやろ、藤井の車気になるんでダメです、危ない、今がちょうどいい、藤井のダメです、藤井のダメだったか、ダメか、そこはでも確かにな、ウルルルドさんがまあ言ったら自分の運勢もあるじゃないですか、まあ低かった年とか、これやったらちょっとでもプラスになるよみたいなのやったことってあります、やっぱりテンションって大事なんですよ、テンションワクワクとかバンザイとか、なるほど、手を上げるってすっごい大事なんですね、上に手を上げると運気上がるんで、そうなんです、そうなんです、だからやっぱりライブとかでもみんなこうなんか応援したい、手を上げたいとかってなるんですけど、あれもエネルギーの交流してるんですよ、そういうパターンもね、だからあそこで手を上げれないとか、そんなムードになれなくてやっぱ運気沈んでるんですよ、じゃあ俺ら A じゃないかのポーズとかすごいやん、もういいみんな上げてる、いいです、じゃあちょっと運気が、なんか他のね占いでも見て低かったなという人も手を挙げたらちょっとは上がる、めちゃくちゃ上がります、というわけで今年の運勢を占っていただきました、はい、よかったです、全員よくてよかった、かったグループもよかったし、びっくりした、ほんまに、はい、ということでイブルルド春香先生でした、ありがとうございました、ありがとうございました、この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ジャッキーチェンさん。ジャッキーチェン。同じ星持ってる。ジャッキーチェンさんと同じ星を持ってる。水金やろうかな。水金やろう。ありがとうございます。ありがとうございます。
すいません。